お金、ね、融資の実態お金は借金によって作られるということですけど、うん、まあ学校とかでもね銀行っていうのは国民から集めたお金預金を元手にして、はい、これを企業に融資して、うん、それで利息を上乗せしてもらって返してもらって利益を上げていると、はい、そういう仕事をしてるんだって思わされてますけれども、うん、それが間違いだっていう話ですよね。はい で、銀行っていうのは、あの、全国銀行協会が図説、我が国の銀行という本の中でこういう説明してます。うん、銀行が貸し出しを行う際は、貸し出し先企業 X に現金を交付するのではなく、はい、X の預金口座に貸し出し金相当額を入金基調する。まあ、つまり銀行の貸し出しの段階で預金が創造される仕組みがあると。はい これだけ読んでも意味わからない。かないと思うんですけどすね。ねうん、何言ってんだから全然わからないと思うんですけど、銀行からお金借りたことある人はわかるかもしれませんが、うん、まあ、神谷さんはね、はい、結構銀行からお金借りてると思います、ね。はい、借りました。銀行からお金借りに行くときに、どうするかっていうと、じゃあ神僕が銀行だとして、うん、神谷さんが、例えばじゃあ1000万円貸してくださいって言いに来るとしますよね。ね そうすると銀行はまず神谷さん調べますよね。はい、この人ちゃんと返してくれんのかなと。うん、1000万円貸して逃げちゃわないかなって、はい、ちゃんと調べて、ね。この人は信用できるなと。うん、この人だったらまあお金貸してもちゃんと返してくれるだろうという確認をして、はい、で、じゃああなたに融資をすることを決定しましたと。いうことで決定します。うんはい、で、その後銀行何をするかっていうと、じゃあい銀行来てくださいと。契約して融資の実行をしますから。 ってなりますよね。うん、で、神谷さんに銀行に来てもらいます。はい、で、契約書を交わして、じゃあ実行しますねって言って、1000万円のお金を銀行から出してきて、入、うん、って渡す、うん、わけではないですね。ねないですね,、はい、ね。銀行は何をするかというと、じゃあ神谷さんにお金を貸すことにしましたから、うん、通帳貸してください、はい、ってするわけですね。うん、で、神谷さんの通帳を預かって、そこに1000万円って書き込んで、入、はい、って渡すわけですよね。はいうん つまり銀行って手元にお金がなくても、通帳に書き込むだけでお金を貸すことができる。はい。すごいやつですよね。すごいですよね。銀行って。お金作れちゃいますよね。作れちゃうんですよね。はい、すごいやつなんですけど、それがここで書いてあることですよ。銀行が貸し出しを行う際は、貸し出し先企業 X に神谷さんに現金を1000万円渡すのではなくて、はい、神谷さんの預金口座に1000万円と入金基調する。はい。 でつまり銀行の貸し出しの段階で預金は創造される仕組みである。生まれてくると。うん、これを本当ね、あの、高校とかでも一応習ってると思うんですけど、はい、覚えてないですよね。いや、私習ってこなかったです。議員、うん、になってから勉強してしまいました。<laughs> <laughs> いや、僕も全然記憶にないんですけど、はい、僕も議員になって勉強したんですが、ほんまやと思ったんですけど、はい、いや、でも、 多分教科書には書いてあるんですよね。ああ、そうですね。で、大学入試でも、うん、この間も、あの、今、センター試験じゃなくて、共通テストでしたっけ、はい、まあそこでも試験が出てるんですけど、うんうん、だからやっぱりこれを、これ本当に大事なことだなと思うんですけど、はい、あんまり普通ね、高校生に教えたってピンとこないですよね。うん、そうですね。まあでも、教えとかない的な話ですよね。そうそうそう。うん で、通帳に書き込むだけ。今だったらキーボードで打ち込むだけなんで。はいはい、キーストロークマネーって言われるんですね。そうそうそう。うん、万年筆マネーとかキーストロークマネーと呼ばれる、うん。ということです。はい、で、イングランド銀行はもっとストレートに説明していて、商業銀行は新規の融資を行うことで、銀行預金の形式の貨幣を創造する、うんね。で、銀行は融資をすることによって新たな預金が作られる。はい、銀行は何にもないところから融資をすることができる。 で、銀行の企業に対する融資限度額は企業の持っている資金量ではなくて、企業の返済能力であるということですね。はい、で、これをちょっと仕分けでパッと確認していきたいんですけれど、イメージだけ皆さんに掴んでもらいたいと思います。はい、あの、募金の知識がない人も多いと思うんで、うん、イメージだけ掴んでもらいたいと思うんですけれども、まず最初に企業が民間企業から資金を借り入れした時、まあ、信用の創造でお金が生まれる時ですね。はい この時には民間銀行側は貸付金という資産とともに預金という負債が発生します。はい、銀行預金って民間銀行にとっては負債なのでね。かい、あの、現金出してくれって言ったらそれで現金出さなきゃいけないんで、うん、民間銀行にとっては預金というのは負債です。なので民間銀行は貸付金という資産と預金という負債が発生する。うん、で、企業の側は預金という資産を手に入れるととともに借入金という負債が発生する。 資産と負債が同時に発生するっていうことですよね。こういう形でお金が生まれてくるんですけど、このお金使って借入金の返済をしたら何が起きるかというと、うん、民間企業の側は預金がなくなって借入金という負債もなくなります。はい、で、銀行の側は貸付金という資産がなくなって預金がなくなります。で、これプラスとマイナスを全部消し込んでいくと、まあ、なくなっちゃいますよってことなんですね。うん なので、お金を返済すると、せっかく生まれてきたお金が消滅するっていうのが、はいうん、これが今我々が使っているお金の流れなんです。はい、つまりお金っていうのは誰かが借りた瞬間に生まれてきて、返済した瞬間に消えていくという、う儚かない動きを。はい。そうそうそれが今我々が使っているお金というものの本質であるということですね。うん、で、まあ、これちょっと飛ばしますけれど、 今、日本で国債を発行して財政赤字の形で国民に渡したら何が起こるか。はい。ということなんですけど、まあこれもざっと仕分けでパッといきますけど、結論だけ見ていってもらいたいんですが、はい、いろいろ、まあ日本銀行をかもしながらいろんなことが行われていきます。詳しく知りたい人は、 私の YouTube チャンネルを見ていただければ、はい、これについては詳しく説明してく何ていうチャンネル名ですか安藤博士チャンネル。広士の視点。広士の視点はい。はい。ぜひ見て、ちょうだいなでございます。<laughs> <laughs> はい。で、いろいろ仕分けやってって、これプラスとマイナスがごちゃごちゃしてるんで、プラスとマイナスで消し込みできるものは、あの、なくなってるものは全部消していきますね。はい。で、消していくと、最終的に、これが残ります。 政府が国債を発行して財政赤字の形で国民にお金を渡すときには、政府の側には財政赤字が発生して、はい、国債という借金が生まれます。はいうん、で日本銀行には何も残りません、はいで。民間銀行には国債という資産と、それから民国民に対する預金という負債が発生しています、はいで。国民の側には新しい預金が手に入れられて、うん、で国民は黒字になってますね。うん つまり政府が財政赤字、国債を発行して財政赤字の形で国民にお金を渡すと、はい、国民は黒字になる。はい、つまり政府の赤字はみんなの黒字,黒字。っていうことになるわけですね。うん、で、よく言われる、あの、よく言われるっていうか、この国債は金融商品だから、返済期限が来ますね。はいうん、返済期限が来たら返さなきゃいけません。はい、で、でも返すには実際に、 お金を返して借金返してなくしちゃう場合と借り換えっていうのができますね。うんうん、で,ね、はい、で借り換えた時にどうなるか、うん、まず借り換えた時どうなるかなんですけれど最初こういう残高があります政府には財政赤字が100残っていて既発の国債が100残ってますと。で国民の側には預金が100残っていてさっき黒字になっていた純資産が100残ってますと。はい 民間銀行にはもともと持っていた国債とそれから国民に対する預金という負債が残ってます、はい、で、これで借り入れの手続き、借り換えの手続きをするとどうなるかというと、まあ、この辺ばっといきますけど、またプラスとマイナスでも消し込んできます。ここはもうイメージで掴んでもらったらいいと思うんですけれど、はい、借り換えの作業を行うと何が起こるかというと、政府の側は財政赤字は変わらないですね。はい で、元々あった国債が借り換え国債に振り替わってます。うん、で、日本銀行には何も残らない。はい、で、民間銀行は元々あった国債が借り換えた国債に入れ替わってます。はいうん、で、これ注目してもらいたいのは国民のところなんですけど、はい、国民何にも動かないんですよ。動かないですね。動かないんですよ。うん、だから借り換えするときに国民無関係なんですよ。うん、政府と、それから銀行と日本,日本銀行の間でお金がぐるぐる回るだけで、 国民は無関係なんですね。はい、なので、国債の残高がいくらあっても、借り換えし続けてる限りは、はい、国民は、あ、勝手にやっといて、うん。で済むわけです。はい、だから残高が、国債の残高がいくらあろうが、借り換えをやってくれている限りは俺、俺たちにはプラスもマイナスもな前から関係ないよ。はい、っていうことでいいわけですね。うん、で、実際にお金を、じゃあ国債を、 本当に返しちゃったら、残高、はい、減らしちゃったらどうなるかって話なんですけど、うん、その時には国民が税金で徴収されますよね。はい、税金で徴収されるんで国民は明らかに赤字になります。すはい、そう。なので、せっかく手に入れた黒字が、ここで税金という形で徴収されると国民は赤字になって資産なくなっちゃうんですよね。はい、で、これでお金、国債の償還に政府が使うと、 まあ政府は財政黒字になるんですけど、うん、た。政府、まあこれで国債はなくなってしまいます。で、せっかく生まれたお金も消えてしまいます。はい、で、政府は財政赤字を消す,消すような財政黒字が生まれます。はい。なので政府には収支はゼロになります。はい。で、国民の側も残念ながら生まれていた黒字がなくなって、 赤字になっちゃう。元の目安になりました。という話なんで、うん、国債を償還するとき、税金を集めて国債の返済に当てたら、うん、国民はそれだけ貧困化しますよ。という話ですね。はい、すね。だから、まさに政府が黒字を目指して国債の残高を減らすってことは、明らかに国民の資産を減らすことなんだ。ということが、うんうん、もうこれ、仕分けの形で、武器の形でやっていくと、非常によく整理される、はい。はい わけですよ、うんまあ、ただこれ、募金の話をしないとなかなかこれイメージできないんで、わかりにくい話なんですけども、うん、実際のオペレーションはこうなっているとことですね、はいまあ。つまり税金を集めて国債を償還すると預金が消滅してしまう。うんうん、みんなが、国民全員が貧困化していく。はい、そういう話になります。うん、で、ここはちょっと飛ばしましょう。 で、まあ、ちょっと整理していくと、経済成長には通貨供給量の増加が必要不可欠である。はい。で、なぜかっていうと、バブルの崩壊する以前までは、国民全員が豊かになってたわけですよ。はい。で、経済成長してるなって、景気いいなってことをみんなに知ってもらうためには、はい、あ、俺の預金通帳も残高増えたやん。うん。いうふうに思ったら、はい、あ、なんか景気良くなったなって思うじゃないですか、はい、思いうですね。うん でも、あの、僕なんかバブルの前に就職してますから、はい、まあ、神谷さんとだいぶ年も違いますけど。<laughs> <laughs> ゃあ,あとですか <laughs> <laughs> そう、だからバブル前に就職してるんで、はい、やっぱり景気がいいっていうのを体感してるわけですよ。うん、で、給料が、本当に春闘、まあ、今年の春闘は良かったって言われてますけれども、はい、春闘が終わると、 みんなの、その時の日本中で働いているサラリーマンの全員の給料が上がるわけですよね。はい、今、春闘でうまくいったって言ったって中小企業上がってないと思いますけど、うん、バブルの前は中小企業もみんな上がったんですよ。うん、上がるのが当たり前っていう状況だったから、はい、全員の給料を上げるためには、国内にあるお金の総額が増えてないと、全員の給料を上げるって無理じゃないですか。うん、無理ですね。はい だから、うまい形で負債の拡大が行われていて、全員の給料を上げることが可能だったんですよね。はい、だから、それがバブル崩壊以前は、すぐ非常にうまくできていた。つまり、日本国内で新たに預金通貨が誕生して、国民全員に行き渡っていたから、1億総中流という世界が実現できていた。うんはいうん で、国内経済で借金をして通貨を増やす主な経済主体っていうのは企業の設備投資と、はい、それから政府の財政赤字です。ですねはい、じゃあ今の日本はどうなってるかって話なんですけど、これあの、この資料を作った時は岡山証券にいら,ったいらっしゃった。今はクレディアグリコール証券っていうところに行かれてる、相田拓二先生、はい、相田拓二さんというエコノミストの方が使っているグラフなんですけど、はいうん、これ非常に わかりやすくて僕よく使ってるんですが、はいあの、ネットの資金需要っていうグラフでね、うん、どういうことかというと、グレーの線が企業の借金してるか、はい、あるいは預金をしてるかっていう図です。うん、グレーの線がね、うんで。赤い線が政府の財政収支です、うんで。バブルが崩壊する以前は、このグレーの線、企業の貯蓄率マイナスですよね。はい、マイナスってことは借金してるってことです。設備、うんね、投資を考えてるんです。はいはい つまり企業が借金してお金をどんどん生み出して、うん、国民にバンバン渡してたんですよ。はい、景気良かった。うん、で、政府は基本的には財政赤字ですよね。うん、バブルの時にはちょっと財政黒字になってるけれども、基本的には財政赤字です。はい、で、注目してもらいたいのはこの色のついてる部分ね。色のついてる部分が企業と政府の貯蓄率の合計です。はい、で、バブルが崩壊する頃までは、色のついてる部分が思いっきり下にあるんじゃないですか。はい ということは、政府と企業が力を合わせて、借金する力の方が大きかったわけです。うんはい、つまりお金が生まれてきてたんです。すうん、お金が生まれてきてたんだけど、バブルが崩壊してからこのグレーの線の企業の貯蓄率がマイナスじゃなくてプラスの方に行きましたよね。うんはい、ということは、お金を借りるどころか、うん、お金を返済する。るうん、そう。あるいは貯め込んでる。溜め込んでる。つまりもう寝かしてる状態になってるわけです。うんうん だから国内にお金が生まれない。全然流通しない。はい、で、その状態が続いている中で政府が財政健全化を目指すものだから、はい、政府もお金を生み出さない方向に向いてるわけです。なので、この色のついてる部分はどんどん小さくなります。うん、で、あろうことか、プラスの方に行ったりします。つまり、この30年ぐらい見てもらうと、この色のついてる部分は上行ったり下行ったり、はい、ボコしてるだけで、うん、 バブルの時みたいにグッと下に行ったりっていう時がないじゃないですか。はい、つまりお金の総額が増えない。うん、お金の総額が増えない中で、儲けろ、はい、頑張れ、稼げってやってるから、うんはい、何が起きるか。はい、お金儲けるのがうまい人のところにはお金が行くけど、はい、大抵の人はお金奪われる側にもあるわけですよ。だから、一部の金持ちと大抵の貧困層に分かれていく。うん、つまり格差が拡大しているってことですよね。うんはいうん だからお金の総額を増やさなきゃいけない。で、その時にじゃあ何を政府はやらなきゃいけないかっていうと、財政黒字化じゃなくて財政赤字の拡大なんですよ。はいうん、それでこの色のついてる部分がせめてマイナス5%ぐらいのところで安定するように、民間企業はお金使わない時には政府が財政赤字を拡大する。はい、で、民間企業がバブルの時みたいに思いっきり赤字を拡大してる時は政府は逆に黒字を目指して、バブルが生まれないようにする、はい。と そのようにお金の供給量をコントロールするのが政府の本当の財政政策のあり方なんですね。はいうん、でもこれを全然無視しちゃって、はい、財政黒字化とかって言ってるから全然ダメなんだよっていう話です。はいうん、ちなみにアメリカどうなってるかっていうと、もう見てください。<ー>この色のついてる部分、下に行きまくりの。はい、そりゃ景気いいわなと。<laughs> ね2020年なんかもすごい、振り切れてます、あ、ね。そう、これまあバブルで、バブルじゃな ですけどでもやっぱりこれだけ財政赤字拡大して国内にお金を生み出してガンガン配ってれば、それは経済成長しますよ。だから日本ってよくアメリカの真似をするけれど、なんでここは真似しないんだそういうことですね。てか真似してきたらずっとアメリカと同じような失礼で言ってたんですね。そうなんですね。本当にね、残念ですね。30年間、もったいないことしてしまいました。 なので今の日本に足りないものは財政赤字の拡大、はい、そしてデフレからの完全脱却、はい、まあ今なんかデフレ脱却宣言をしたいとかって政府言ってますけど、ふざけてますね。無理ですよ、ね。ふざけてます。では<う>ま,またまた逆戻りしますよ。今。そうそうそう。はい、もう無理です。はい。